10月15日日曜日、上戸田地域交流センターアイパルで人権講演会、パラアスリート山下千恵選手の挑戦が行われました。この催しはリクシルとナックプランニングが企画し、会場となっているアイパルが主催している取り組みです。固いタイトルになっていますが、質問なども交えて山下選手のお話を伺い、スポーツ用義足の体験を行っていきます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日皆さんが体験する、義足を使って私は陸上競技の 100m と 200m をやっています、山下千恵と言います。よろしくお願いします。山下選手は小学4年生の時に交通事故で左膝から下を切断。事故前から行っているテニスは続けていましたが、大学でスポーツを専攻していたことをきっかけに板羽の義足に興味を持ち、現在は2024年のパラリンピックに陸上競技短距離での出場を目指しています。基本的には、日常用義足の方が重くて、スポーツ用の義足の方が軽いとなる。まあ、やっぱ走りやすくするために軽くしていて、この義足の特徴として、ここちょっと穴開いてるの分かります？この靴の中、スパイクというものが隠れていて、陸上用のスパイク、その靴になんか針みたいなのがついてるの陸上用がここについてて、ここは室内なので、カバーをしているんですけど、ここに実はこう大きく穴開いていて、これも風が抜けて走りやすくするように軽量化も兼ねてこういう形にもなっている。ただこっちの日常用の義足も実は皆さんの足よりはだいぶ軽いみたいです。はい、ソケットにこうやってかぶせると、まず義足とサポーターがこうやってくっつきます。で次にサポーターをめくります。めくるとソケットの入り口が出てきますね。ここに足を入れます。でちょっと音聞いててみてください。ちょっとシュッていう音聞こえました？これは、中の余計な空気を出す真空という状態、空気のない状態を作ってて、ここにポンプがあるの見えますか？はい、ここから中の余計な空気を出します。で最後サポーターをやって上まで上げれば、私の体と義足、どれだけ私の体と義足がくっついてるのよかったら、ここをグッて引っ張ってグッ、大きく引っ張ってありがとうございますっていうぐらい、そう、びっくりもしませんっていうぐらい、このサポーターのおかげで体と義足がくっついてる。義足について簡単に説明を聞いたところで、実際に装着して歩いてみる体験会が行われました。はい、体験もできるので、皆さんもぜひ体験とかもチャレンジしてみてください。はい、前に進んでいく。まずその場でちょっと軽く更新してみましょう。立てるかな、重い、階段登るみたいに、かかとに、そう、かかとにこうやってごらん、そうそうそう、体験の様子をご覧いただきながら、今回のイベントや企業について簡単に説明します。キッチンやトイレなどでご存知の方も多いリクシルでは、未来を担う子どもたちが自ら考え行動を起こすことを目的に、出前事業の活動や社外プログラムへの支援を行っており、戸田に本社のあるナックプランニングがリクシル、会場のアイパルにお声掛けし、このイベントが実現しました。住宅リフォームなどを手掛けるナックプランニングは、地元に感謝の気持ちを還元したいという思いで、清掃活動やベビーカーコンサートなど様々なイベントを行っています。
戸田が会場となることも多いですが、今後はわらびでももっと活動していければとのことでした。体験を終えた後は、多様性を主なテーマとして質問も交えた講演会が行われました。じゃあ世界中で見てみると、次お願いします。約2000万人、バリアで言うと365人に1人ですね。でもやっぱりこう見ると日本は圧倒的に少ないなっていうのは感じます、うん、本当ですね。桁が1個違いますね、うん、海外だと例えば戦争とか地雷とかで足を切断する方がいらっしゃる一方、日本はやっぱり安全な国と言われているので、そういう理由で足を切断する方は少ないので、まあそもそも義足使う人が少ないかなっていうのも考えられると思います。いろんな理由があるんですね、はい、自転車とかあと子供の時の手上がるのとか。お、自転車は漕げます。立ち漕ぎとかもできます。はい、実際トレーニングで自転車のトレーニングもあります。でやっぱりそれはみんなと変わらず問題なくできてて、転んだ時も普通に起き上がるのも多分あんまりみんなと変わらない。あの転んで痛いって思って起き上がります。はい、そう思います。最後に質問コーナーが改めて設けられ、終了の時間まで質問が続いていました。今回盛りだくさんでしたけど、やってみてどうでしたか？本当に義足体験なんてもうやるところがないので、そういう機会が設けてとてもありがたいなと思います。やってみてどうだった？なんか足が重く感じた。足重く感じた？はい。慣れてる人は楽に生活できるけど、初心者初めて会う人はあまりうまく歩けない。さすがね、はい、難しかったですけど、はい、なかなか普段できない貴重なお話と体験ができたので、すごく良かったです。